これから使用書士を勉強する方向けの予備校講座といたしましては基本レックの講座に関してはもうフルバックと考えていただければ OK です。でえー、特に使用書士、まあ、11科目もありますので、えーまあ、あの勉強法科目によっても変えていかなければいけませんしそしてまた法改正法律の改正が途中であった時なんかも、えー、全部そこをサポートするよという形になっておりますので安心して学習を進めていくことができます。そそしてまたた、えー、試験のの出題傾向だとかそういったものを 踏まえて講義をしていきますので、えーねえー、無駄なくくく効率よく学習を進めていいこととができるという形になっていますでさらにです、ねえー、特に司法書士試験はもうあの、ね、近年過去問だけでは受からないという試験になっておりますけれども、えー、全部その問題演習アウトプットも、えー、全部こびこみになっておりますので講義と問題演習これを同時並行して進めていくことによって、えー、グッと効率の良い短期合格これを目指すことができるとおいったカリキュラムになっております。えー、特に司法書士試験は 択一ですねマークシートの試験とそして記述当期の申請書を書くという具体的な事例形式の問題なんですが、えー、この記述式の問題演習も、えー、十分な演習量、えー、これをね含ま含めてありますので安心して、えー、他にあれこれ講座、えー、次から次へと買わなきゃいけないという状況にはなりませんので安心して、えー、学習を進めていくことができます、えー、こちらのカリキュラムをね、えー、全部こなしていただければ合格に必要十分なあね知識を身につけることができるというか レキュラムになっております我々と一緒に頑張っていきましょう